上水田のコスモス広場です。今、秋崎巨大林という品種のコスモス、およそ40万本が満開を迎えています。北房地域では旧北房町の花がコスモスだったこともあり、真庭市合併前から町のあちらこちらにコスモスを植えています。今では真庭市の秋の名所の一つです。コスモス広場のコスモスは、北房コスモス街道整備委員会や地域住民が中心となって種まきや草取りなどを行っています。今年は例年より3週間遅い7月下旬に種をまき、さらに8月上旬にも種まきをして10月上旬から咲き始めました。今月8日には五分咲き、そして17日に満開の見ごろを迎えました。撮影したこの日は、朝からスマートフォンやカメラを手にした人が訪れ、コスモスを写真に収めていました。コスモス広場のコスモスは10月いっぱいまで楽しめそうです。